い魂愛の皆さんです。お願いします。めっちゃ元気です。キラキラです。それではよさこい魂愛という名前はどのような理由からお付けになったんですか？気づいたら愛になってたそうです。でも和って書いてね、愛っていうのがすごくいいなと思います。和気あいあいです。なるほど、すごい素敵です。でも本当にいい感じです。ではよさこい魂、はい。